最初からそう思ってたわ。ミワは空気読まんと冗談言うタイプ。マイファミリー第7話で、今回はですね、ついに東堂が犯人疑惑出てるんで、実際犯人かどうか、あとそのね、犯人グループの正体、目的について今回考察していきたいなと思います。ということで、東堂がなんでって方はぜひ最後まで見届け、よろしくお願いします。早速なんですけどね、第7話のラストで、ね、東堂がまさかの犯人やったっていう、そういう終わり方やったんですけど、まあ、考察ドラマなんでね、実際どうなのっていうとこもありますよ。ということで答えの方言っていきたいと思います。東堂は美咲ちゃん誘拐事件の犯人です。そうなんすよね。友果ちゃん事件以降はみんな東堂が関わってる可能性ありますね。あ、でも安心してください、これがですね、小春ちゃんを救うためなんですよ。小春ちゃんを誘拐した事件、これのなんか犯人のやり方を模倣することによって犯人を刺激する、でなんか犯人の動きで出た隙をついて小春ちゃんを助ける、これが東堂の目的なんですよね。でまあその目的のためにだいぶ計画を練ってね、でその結果4年経ったんですよ。小春ちゃんが誘拐されて4年後、もう練りに練った計画でしゃーなしで友果ちゃんを誘拐したっていう、友達やったらまあ事情説明したら許してくれるかもっていうのを念頭に置いて、知り合いの鈴間さんをまあ春人が経営しているその会社に侵入させて友果ちゃんを誘拐して、これで犯人動いてくれたらもうすぐ捕まえるぞってなってたけど動かずってなって、まあ1年後、美和の娘をちょっと誘拐しよう、あーでもまあ動かんやったか、でまあしゃーなしで阿久津さんの娘さんを誘拐したってことになるんすよね多分。なんでね、もう殺す気とかないんですよ。3話か4話かあたりでなんか警察側はこれ絶対友果ちゃん殺す気やったやろとか、鈴間さんが脅してたやつもあれも嘘なんですよ。なんか怪しい動きしたら美咲ちゃん本当に殺すからみたいな、仲間見てるよって言ってたけど、あれもね、あの冷静に考えたら、アナコよね、メアリー・ジュンさん、カナコになんか今回の事件関わってるって聞かれた時の生まれたての小鹿みたいな、だから無言で終始決めるみたいな状態、あの人がね、なんかあんな思い切って美咲ちゃん殺すよみたいな言えないと思うんですよね。本心で言うてるというよりはなんか言わされてるというか、このなんやろ、誘拐事件をちゃんと遂行するためにちょっと脅しで言うてるみたいな、そういう感じがしたんですよね。で鈴間さんが出たんでね、まあ今回言うてた犯人グループのもう一人ね、これも言わなあかんぞと、鈴間さんと交渉する時の仲間が見てるから、でその仲間が一体誰なのかっていうね、これが東堂妻なんですよ。ドラマでも言ってた東堂はその時美和さんと一緒にいたんすよ。でまあ鈴間の仲間って言ったら、まあ潜入のためとはいえ春かなにおったから、春かなのやつが仲間ちゃうかなと思ったら、ラストに出てきた結婚式の写真が生きるわけですよ。そこでね、鈴間も一緒に写ってたんすよね、東堂の結婚式の写真に。ってことは奥さんじゃないかと、奥さんがまああのニノとのやり取りを裏で見ててね、そういう展開やと思うんすよね。でも安心して、これも小春ちゃんのためやから。さ、ということでね、まあ東堂夫婦
ウィズ鈴間が犯人じゃないかと。だから役割分担みたいなのあるんすよ多分。電話の交渉とその現金輸送係がまあ鈴間かなと。多分あの現金も集めて本物の小春ちゃんを誘拐したやつとの交渉で使う金になると思うんすよね。で東堂の奥さんが誘拐した女の子を見張っとく係みたいな。でその実際に東堂は何をしているかって言ったら、自分たちが疑われないようにニノとかを巧みに誘導しているというか、そういう観察係をしてるのが東堂やと思うんですよね。さあということで、来週ついにね、どうしてこうなるんだーの日ですよ。あれがねもうだいぶ溜めてたんで、鳴沢温人がね、どうしてこうなるんだー、何があった、ではお考えください。どうもありがとうございました。